コマンドプロンプトを使って Windows を CUI で操作してみましょう。まずはコマンドプロンプトを起動します。スタートメニューからコマンドプロンプトと検索してクリックして起動させましょう。コマンドラインに C Users うずうずと、ここでは表示されていますが、これは GUI だと右の図のイメージになります。つまり、現在あなたは C ドライブの中のユーザーズフォルダの中のうずうずフォルダの中にいますよという意味になります。今回説明ではユーザー名をうずうずで説明していますが、このユーザー名の部分はユーザーごと、皆さんごとに異なりますので、うずうずと表示されていなくても問題はありません。なお、GUI ではフォルダと呼びますが、CUI 操作ではディレクトリと呼ぶのが一般的です。現在は、うずうずディレクトリにいるという状態ですね。それでは、このうずうずディレクトリから皆さんが普段よく使っているデスクトップに移動してみましょう。デスクトップはユーザーのフォルダの中にあります。普段皆さんが操作しているように、GUI では数回カチカチっとクリックするだけでデスクトップを表示できますが、CUI ではディレクトリを移動するのにもコマンドを使うことになります。ディレクトリを移動するときは CD コマンドを使います。CD の後に移動したいディレクトリ名を指定して Enter を押しましょう。これでデスクトップディレクトリに移動できました。なお、CD の後にドットを2つ入力して実行をエンターを押すと、現在のディレクトリ、つまりカレントディレクトリから1つ上の階層のディレクトリに移動することができます。では、デスクトップから CD ドットドットと入力して、うずうずディレクトリに戻ってみてください。さあ、ユーザーのフォルダに戻れましたか？では、同様にして、その一つ上の C ドライブまで移動してみましょう。図のようにして C ドライブまで戻ることができましたか？次に、この今いる C ドライブから、いっぺんにデスクトップディレクトリまで移動してみましょう。CD の後に移動したいディレクトリのフルパスを指定します。移動したいディレクトリのフルパスを指定することで、どこのディレクトリからでもいっぺんに移動することが可能になります。次に、デスクトップディレクトリの直下にワークディレクトリというものを作成してみましょう。GUI 操作であれば、これも簡単ですね。例えば、デスクトップ画面で、右クリック、新規作成。フォルダの順にクリックしていけば良いだけです。一方、CUI 操作では、make directory というコマンドを使用します。make directory コマンドの後に、作成したいディレクトリの名前を指定して、Enter を押しましょう。今回であれば、make directory work というのをデスクトップディレクトリの中で実行します。さあ、ワークディレクトリができたら CD コマンドでワークディレクトリの中に移動してみてください。CUI 操作に慣れていないうちはですね、どんな操作をしているのか非常にイメージしづらいものだと思います。今回は CUI 操作と GUI 操作を対比しながら、ね、できるだけイメージしやすいように説明してみました。皆さんも CUI 操作慣れるように頑張っていきましょう。